あ、いいよ。すごくいいと思うんです。今ね、リアね、うん、こっから落ちなかったよ。一回この辺で我慢した。やっと上手くなったんじゃない。いい位置もね、ゆっくりになった。反発ももらいたいし、呼吸も入れたい。後ろも漕いでる。前の反発だけではない。だけど、上げるときに引いてないから、前の反発で踏んでるかもしれない。多分一回前を踏んでから上げるんだよね。こんな感じで、ここで反発だったらこれでいいんだけど、漕ぎ入れるからこのくらい下がって、で、そうすると少し焦げるんだよね。で、ここもこのくらいまで前出ちゃって、漕ぎを入れて、もうリア距離がないから反発で飛んじゃえば、あ、良くなった。いやー、でもこれあれだな、膝が痛いからそれかばってるのが無意識になってる。そうかもしれない。良くなったじゃん。ねえ、まっすぐ下がるっていうことは、前のペダルに下がるんじゃなく、後ろのペダルに下がるんじゃなく、均等に下がったんですよ。均等に下がったから均等に飛べるんですよ。で、それを腰が前後にぶれながらしゃがむ、ぶれながら立つっていうことは、ハンドルに捕まって立ったり、右足を踏んで立ったりしてるんですよ。で、着陸も、腰が引けて、左ペダルを踏んで降りるから、前ペダルが上がっちゃうとか。はいはいはい。そうだよね。うん、だから、常に BB の軸を意識して、軸にしゃがんで軸から飛ぶ。そうだね。手を離すととってもわかるね。それで、屈伸を続けると、それ、不得意でしょう。これ、僕がやると、スカスカ行くんですよ。これ、同じ自転車じゃないですか。はい、で、人の自転車にもかかわらず、これが疲れないし、どこにも力がいらないんですよ。だから、いつもフラットで、これでもハンドルを握ってなかったとしても、手がこんなじゃないですか。このまんまで、もうほぼ、フラット踏みだけでこれが可能。はいはい、いや、深いな。本当にだから、脱力した時には、人間の重さを投げられるんですよ。あ、いい。いいよ。うん。ほら、引っかかんない。楽でしたね。楽だよね。つまり、しゃがむところでもう勝負が終わってんです。なるほど。だって、しゃがみ切った時に力がいるでしょう。うんうん、っていうことはどういうことかっていうと、うん、後ろに引いてるから手に力がいるんですよ。ああ、なるほど。はいはい。で、後ろに引いてるのに前に踏んでるから、左の力が入らないんですよ。これブレーキかけてないとこう、落っこてちゃうんですよね。で、後ろに引いた時に後ろ踏んじゃうと、ほら、ペダル浮いちゃうじゃないですか。っていうことは、ペダルはあるんだけど、この棒にしゃがめばいいだけなんです。でも、目がここについてて、ここに目がついてないから、見えないんです。はいはい。なんで、わざと最初に覚えるのは、ノーブレーキにすると、センターにしゃがむことを覚えられるんです。これブレーキかけてると、ここにもしゃがめるんですよ。で、ここにもしゃがめるんですよ。だけど、
ノーブレーキだからこそ、ハンドルに力を入れてないからこそ、センターにしかしゃがめないんです。で、ノーブレーキだからこそ、センターからしか飛べないんですよ。だから、最初にノーブレーキを覚えたと、ベーシックのセンターとしてふさわしい。さっき取り逃がしたところが今動画になってると思うんですよね。もう小指を開くという分かる。小指を開くとセンターにしゃがめる。引っ掛けるだけ。そうそうそう。今のはね、小指開いた分だけ怖くて、すぐ押したの。なるほど。じゃあ、よく考えてみて。ハンドルって、押す力しか必要ないの。引く力いらないの。はいはい。だから、パーで上がれる。パーだよね。この状態で、今しゃがんで立てるでしょ。このまんま、なるほどね。つまり最後まで手の力いらないから。いや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 。ひどいよね。掴むからセンターがずれんの。ほら、あんまり力いらないでしょ。ただ、怖いから、飛ぼうとしてない。で、飛ぶんじゃないよね。うん、思い出して。前に乗るんだよね。そうそう。自分は足を畳んで、前のタイヤに乗って、転がるだけでいいのよ。うん、足を畳んで前に乗る。ほらー今のは楽だ。足を畳んで前に乗る。だから、大事なこと、中村さんの場合だけだよ。はい、他の人には違うかもしれないけれども、しゃがむときにハンドルをつかまない。うん、ハンドルをつかまないからセンターにしゃがめる。はい、で、飛ぶときにもちろんハンドルはつかまない。はい、なんでかっていうと、掴んでしまったら、掴んで手の力を使う分だけ遅れるの。立ち上がるときに物につかまって立ってるんですよ。はい、だけども、掴んでない人って自分で立つでしょ。うん、だから速い。だからパーで上がれんだよ。そうですね。うん、前に乗ってない。そうですね。今後ろペダル、後ろにペダル乗ってましたね。うん、右足が上がってしまう。しゃがんで足を畳んで、飛んだら足を畳んで前に乗る、乗り換わる。はい。でも降りるのが早いから、うん、後ろを踏んじゃって前が上がっちゃうの。そうですね。あ、で、スタンディングができなくなっちゃう。うん、で、もう地面が恋しくて恋しくて、早く降りたくてしょうがねえから、あれまだ畳んでていいんだよ。うん、もっと長い時間畳んでていい。もっと長い時間前のタイヤに乗ればいいの。ずーっと前に乗ってりゃそのうちぶつかって終わるから。だってあっちに壁があんじゃん。そうです。いいと思うよ。もうちょっとこう、あれですね、右足が上がらないんですよ。あ、分かってんだ。いや、自分で分かるようになっただけ全然進歩だと思いません？あんだけ綺麗に上がれても、まだ自分の中に文句があるでしょ、うん、言おうかと思ったけど、自分で言ったでしょ、はい、っていうことは、相当自覚症状が高まった。つまり自分が何ができてないのかが分かってるんだよ。
じゃあ上手くなるよ。無我夢中じゃ上手くなんないよ。あ、前低いね、うん、っていうことはどういうことか、後ろ足が畳めたの。ああ、なるほど、そうですね。そういうこと。後ろが突っ張ってる人は、うん、ダメっしょ、前上がるっしょ。そうなんですよ。後ろを畳めたら、うん、大丈夫なの。逆に言うと、うん、変な話だけど、飛んだ時に、うん、後ろ足で引っ掛けて、見て。ほら、前ペダル下がった。おー、引っ掛けられるもんですね、もっといれば。初めてでしょ。初めて。後ろ足でステアって上がるんですよ。後ろ足でかけて上がるって思ってない人と、ただ飛んでる人は違うよ。ほら、スタンディングがすごく楽。登るのまた良くなったよね。登るの今全然時間いらなかったね。そう。飛んでないって感じ。そう。なんでだと思う？後ろを駆け上げると、はい、もう前に乗っちゃうんだよ。ああ、なるほど。はい。前に乗れって言っても、うん、前に乗れないの、その言葉では。うん、でも、後ろを駆けって言うと、絶対前に乗ってるよね。騙されてんだよ。これであとタイヤ近づけて、どこまでできるか。そうだね。うまいねー。おー、今の。うまいねー。3センチ上通過したよ。あ、そうですか。あ、無意識に前に乗ってる感じがします。そう。後ろをかくっていう言葉がキーワードだった。この場合ね。別の人は別だかもしれない。はい。そうすれば膝突っ張らなくて。そうそう。力もいらないんだよ、足の。ほら、コントロールがいいじゃん。今までで一番かっこよくね。すごい、低カロリーで登ってる。っていうことは、うまいっていうことよ。うまくなるって面白いよね。うん、これはいい。いや、こういう低カロリーで登りたいなと思ってたんで。そうだよね。上がりたい。低カロリーってことは、うまいっていうことそのものなんだよ。力で上がってないんだから。で、リアが引っかかった時に、はい、もう一回救ったよ、あなた。あ、そうですか。うん。つまり、もう怖くないんだよ。つまり、味を占めたんだよ、体が。いや、平気平気。こっから託しちゃえば上がるよ、みたいにね。足が勝手に託してたよ。それはもうオートマチックだから。いいと思うよ。前ペダル低いスタンディング入ってるよ。よしよし。いいよね、うん。で、こっからの課題としては、うん、人によるよ。はい、遠い方が、ジェット機型だから楽、楽、はい。で、近いと垂直上昇だから辛い、はい。それは人によるの。だから、もう、圧倒的にもくっつけちゃうの。タイヤを。はいはい、でも逃げ場なくしちゃうの、うん。で、垂直壁をリアタイヤが転がり上がるのをわかるから、うん。ゴロゴロって、はい。で、のんびりゴロゴロを感触として味わって力入れない。はい、力入れると感触が伝わんないから。タイヤのパターンがゴロ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 言うから。はい、これを、これ今全然飛んでないでしょ。坂を降りるように上がったでしょ。うん、転がってる感じですね。ね、飛んでないんですよ。はいはいはい。で、飛ばなくていいです。うんうん、飛ばないで、垂直壁をゴロゴロって転がりますから。飛ばない、これが一番楽。そうですね。
いやー難しい。あとね、もう一個いいこと。はい。飛んでる時って、設置してないから怖いんだよ。あー、なるほど。今、リアがどこにいるかわかんないでしょ。うん、でもね、わかるよ。むしろこれの方がね、僕は怖くない。安心感もありますね。大丈夫。のんびりね、ブワーンと、しゃがんでから、かき上げるだけでいいの。いつも通りしゃがんだら、後ろ足でかき上げるだけでゴロゴロ上がる。しゃがんで立ち上がるときにかき上げる。ほら、できたじゃん。ちょっと離れかけました。いや、違うんだよ。今のはね、ゴロゴロピョンなの。あ、だから、僕は、いつ、どこまでリアが来てるか知ってるから、うん、ゴロゴロゴロって来れんの。ああ、なるほど。だけど、はい、安全見込んで、うん、多めにゴロゴロしたから、ピョン、こうだった、うん。なるほど。あ、来た。開けてやろう。ありがとうございました。